新約の千の風を朗読させていただきます。こちらの中に入っているこちらに千の風とそれから日本国憲法のことに関して少し書いてあります。千の風というのは911の時にアメリカで女の子が朗読して日本では有名になりましたが、かなり以前からアメリカの詩で誰が作ったかまだ誰も知りません。何の人でいただいて結構です。でこの千の風は慰霊とか貧困でよく歌われますが、実は僕はガイア人の歌だと思ってます。ではこれから読みさせていただきます。私の墓の前に立って涙を流さないでください。私はそこにありません。眠ってなんかいません。私は千の風になって抜けています。私はダイヤモンドのように雪の上で輝いています。私は日の光になって熟した穀物に降り注いでいます。秋に優しい春になります。静けさの中であなたが目覚める。私は素早い流れとなって駆け上がる鳥たちを空でくるくる回せています。夜は星になり、その赤い日の前に光っています。どうかその墓石の前で泣かないでください。私はそこにはいません。私は死んでないのです。私たち日本人は正しく選ばれた国会の大富豪者たちを通して行動します。
通用するものだと。私たちは信じています。自分の国の主権を保ち、他の国々と対等の関係を持とうとする全ての国にとって、この法則に従うことは義務なのか、私たちは信じています。私たち日本人は国の名誉にかけ